皆様こんにちは、おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Memory 思い出という曲を選ばせていただきました。日本ではすでに3月31日の朝だと思うんですけれどもね、この日は私にとってとっても特別な日なんです。と言いますのも、私の父の85歳の誕生日になります。そして先日天に帰っていった私の義理の母、夫の母親の誕生日でもあります。生きていたら88歳になっておりました。ということで、今日の動画は父と義理の母に捧げたいと思うんですけれども、私の父はですね、とっても家族思いの、家族が宝物だというような父でして、本当に家族をいつも大切に愛してくれております。今から考えると、父はね、小さい頃、5歳の頃に父親を亡くしておりまして、もう寂しい思いとか、悔しい思いとかもしてきたって言っていたので、そういう思いがね、余計ね、家族のことをこんなに思ってくれる父にしたのかななんてことも考えたりもしますが、父はね、私の命の恩人なんですね。父のおかげで私はこの世に生まれてこれたし、幼稚園の頃も私が大きいのに噛まれそうになるところを父がね、かばって、代わりに噛まれて血を流しながら守ってくれました。そして私はそんな父をとっても尊敬しております。子供たちのことも本当に心から愛して可愛がってくれて感謝しています。そして父が80歳になった5年前に3泊4日の弾丸帰国をサプライズでしまして、父の80歳サプライズで誕生日のお祝いをしたんですが、その動画は去年アップしたんですが、その動画を今年も皆さんとシェアさせていただきたいと思います。ではお楽しみください。Happy birthday to you.
to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Minoru. Happy birthday to you. ありがとう。ありがとう。パパ呼びしたな。みんな拍手したから。パパ呼びした。ということで、こちら去年アップしたんでね、4年前って書いてありますけども、これは5年前に父が80歳になった時にね、もう本当にすごい驚いていた。でもね、こういうサプライズってね、まあやられる方も嬉しいと思うんですけど、それをねやってあげる方も本当に嬉しいんですよね。もう妹とねずっとこうね、その計画をしてて、で母にはもう母に言うとちょっとねすぐバレちゃうんでね、1週間前に行ったんですけれども、まあこの前は娘がね、あのサプライズで予定より2日前に帰ってきて、私もちょっとびっくりして、あ、こんな感じなんだあのサプライズってと思ったんですけれども、まあこういうのは本当に楽しいですね。そして3月31日の言葉は The main difference between play and playfulness is、 遊ぶと遊び心の主な違いはThat play is an activity. 遊ぶは動作なのに対して、 While playfulness is an attitude. 遊び心は態度です。ということで、こちらはミクエル・シカルトさんというコンピューターゲームとかね、そういう関係の、遊ぶことについての本を書かれている方ですけれども、この絵を見てね、もう私は真っ先に私の父を思い出しました。もう小さい頃はね、高い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 ってね、こうやってやってくれたりね、あとこうお馬さんみたいになって乗っけてね、こう歩いてくれたりね、本当に遊び心のある父でした。感謝です。そしてこちらは今朝ね、沖縄にいる妹が送ってくれました。ラサカラの花見つけたよって、綺麗ですね。こちらを3月31日お誕生日の父と天国にいる義理の母に送りたいと思います。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。エミでした。ではまた。